こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、赤ちゃん子供たちの保湿っていうのはもう絶対嫌でっていうの、年間通して絶対嫌っていうのが、これ小児科とか皮膚科の定説なんですけども、これからね、春から夏にかけて暑くなってきます。こうなってくると乾燥の時期が終わっていくから、ついついママたち子供たちへの保湿サボりがちになるんやけど、実は春から夏っていうのも保湿すっごく大事なんですね。はい、春から夏にかけての保湿のお話をしたいと思います。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。保湿どうしてもね、冬場その寒い時期っていうのは乾燥してるからっていうので、なんか保湿必要やって、私たち大人の肌もそうなんだけど、どうしても乾燥すごく感じるからね、あの子供たちにもすごく保湿ってこまめにねやろうっていう意識が働くんですけど、どうしてもこう暖かくなってくるとね、でここからまた梅雨とかに入ってきたらジメジメの季節に入ってくるしっていうので、もうなんか汗かいてるしジメジメしてるしベタベタしてるから、この肌に保湿はいらんかなみたいな感じで、ついついやっぱサボってしまうっていうかね、必要性を感じなくなっちゃったりとかするんですね。でも実はね、このね、春から夏のこの時期っていうのが保湿の落とし穴っていうかね、すごくね大事なんですよね。というのもね、あのね、汗をかくじゃん、赤ちゃん子供ってね、大人の子の肌には汗腺、汗の腺がまあたくさんあるんだけども、私たちのこの大きな体にあるこの汗腺、汗の腺のね、あの個数とね、子供たち、ちっちゃな赤ちゃんもなんだけど、こんな小さな赤ちゃんの汗腺、汗の腺のね数ってね、実は一緒なんですよ。面積からしたら、じゃあ汗腺の数ってなったら密度がすごい、あの密だっていうことですね、赤ちゃんの汗腺っていうのは。だからこそちっちゃな子供たちっていうのはすごく汗っかきなのね。ジメジメの時期になったらどうしてもやっぱ汗をかきます。で、新陳代謝もすごい、子供は活発だしねっていうことも汗をかきます。で、汗をかくとどうなるかっていうと、肌の状態がつるんと綺麗な状態で、きめ細やかな状態の肌であれば、そこに一回かいた体の中から外に向かって出てきて汗っていうのは再吸収されることっていうのはないんですね、綺麗な肌であればね。それが荒れていて、こうザラザラの状態になって、こうボコボコのデコボコになっているような荒れた肌のところっていうのはね、汗をかいた時に一回出たその汗がこのボコボコの穴の中にまた再吸収されてしまうっていうことがあるんですね。それで汗もになったりとか、あとは汗やったらまだいいけど、例えば外的な刺激、今の時期だ花粉やったりとかね、 PM やったりとか、あとは中国からやってくる黄砂であったりとか、春先なんで、ね、そういうものもたくさん飛んできたりするけど、そういうこの環境の中にあるいろんな異物、そういうものもこの、あの綺麗なつるんとした肌であればそこに来たとしても跳ね返すんですね。それが荒れているとそういうものが中までグググって入っていってしまう。それで、あのアレルギー反応を起こしてアレルギーを発症したりっていうことにもつながっていくんですね。汗ばむ時期、このこれからの時期こそ肌をつるんといろんなものが来た時に跳ね返す力っていうのをちゃんとキープしておかないといけないんですよ。ってなると、汗ばむこのジメジメの時期でも基本的なお肌のケアっていうのは赤ちゃん子供に対しては絶対に保湿っていうことになるんですね。なんかベタベタのところにさらに塗るとかって思っちゃうんだけどね、湿疹できてる、汗もできてるところにさらに塗る、どっちかというと乾燥させてあげた方がいいんかなっていう、そんなね、なんかイメージがあるんだけど、気持ちめっちゃわかるんですよ。私もそんな気がしてしまうもん、昔そうやって子育てやってたしっていうのもあるからね、気持ちめっちゃわかるんですけどね。ただ今の医学の定説っていうか、ちゃんとこうエビデンスがはっきり、科学的根拠っていうところが研究で進んできた結果、今は真夏であっても保湿なんですね。今私が住んでるのは沖縄なので、沖縄なんかもう4月入ったらもうこれ紫外線やばいみたいですよ。ほんまに気をつけてっていうのをいろんなところで言われるんですけどもね。まあ、あの沖縄じゃなくて本土、ね、あの内地であっても、やっぱりもう4月、5月ぐらいになってきたら紫外線っていうのは半端なくなってくるっていうのはね、皆さんもご存知かと思うんですけど、5月になって、じゃあ日焼け止めつけて外に赤ちゃん連れてとかって、最初5月6月ぐらいはね、私のところにも赤ちゃんの日焼け止めの話とかめっちゃ聞くんですね。でアドバイスはするんだけど、じゃあこれ8月の末とか9月ぐらいになった時に、赤ちゃんの、日焼け止めとか保湿とかちゃんと続けてるって言ったら、やっぱ5月ぐらいには気合い入れたママたちが、やっぱりもう続かんのね、日焼け止めとかもね。
うん、でしょっちゅうしょっちゅう外出るのに、そのためにつけたところで赤ちゃんまだ汗かけたから汗かいたらまた取れるし、その都度またつけてとかやってられへんし、日焼け止め の, そ の, あの肌への影響とかも考えてしまったりもするからっていうので、なかなか続かなかったりっていうのもあるんですね。一番いいのはやっぱちゃんと保湿をした上に、あの日焼け止めも赤ちゃん用のやつ、子供用のね日焼け止めっていうのをつけてもらうっていうのが一番いいとは言われてるんだけど、やっぱなかなかそれ難しかったりするんで、じゃあせめてですよ、肌のボコボコこのその綺麗なつるんと綺麗な肌の状態をキープしていれば、その紫外線が来たとしても日焼けはするけれども、あの大変な火傷になったりっていうことも、あのマシュマロは日焼け止めではないですよ、これはね、あの日焼け止めではないんですよ、ないんですけども、でも日焼けした時のその肌のトラブルっていうかダメージを軽減させてくれるっていう、そういう効果はあります。はい、なので外行く時本当は日焼け止めをつけてもらうことが一番ベストではあるけども、そこまで至らへんにやったらせめて保湿しっかりやってあげた上で外に出てあげるっていうのもすごく重要になってくるかなっていうふうに思います。で、家に帰ってきたらもう絶対日焼けしてますからね。日焼けした肌にもこれね、しっかり保湿で水分を入れてあげて、日焼けっていうのは要はあれね、あの乾燥した状態になって肌がもうカラカラの水分が足りませんっていう状態が日焼けなわけですよ。ですからそこにはやっぱ水分をしっかり入れてあげるっていうことが大事になってくるのね。あのちょっとベタっとするような保湿剤、例えばワセリンであったりとか、ちょっとベターっとするような、ね、保湿剤、あれは入れた水分を閉じ込めるっていうような役割になってくるので、もう保湿剤ではあるんだけど水分は入れないんですね。水分が入ってないカラカラなところをそれ以上なんかいろんなもん外的なものが来ないようにただ蓋をするっていうのがワセリンとかベタベタするタイプの保湿剤なんですね。で、夏場は水分が肌もなくなるので、とにかく水、水分をしっかり入れてあげて、それを蓋してあげるっていうことが重要になってくるので、この、 あのマシュマロは、水分をしっかり入れてあげた上でそれを蓋するっていう作用を持っていますので、こういうちょっとサラッとしたタイプ の, あの保湿剤の方が夏は使いやすいかなっていうふうに思います。これは、ちょっと出してみましょうかね。ほら、適度にほら 糸引いてくれるっていうか、かといってあのベタベタしすぎずっていう感じのサラッとするんですね、うん、ベタベタにはならずサラッとして、で保湿効果はすごく高いっていうね、あのこういうものなんですけど、実はこれ私の今顔肌、私今47歳でございますが、実は私の肌は、まあ、決して綺麗かって言ったらもうあのシミとかもいろいろ出てきてたし、こうやって笑った時に笑いじわとかもあるんですけども、実は私今私のこのお肌はこれしか使っていません。これオンリーなんですよ。だね、あの赤ちゃん用のマシュマロってみんな思ってるかもしれないけど、ぜひね、これあのママたちも使ってほしいなっていうふうに思います。で、これ完全に無添加なのでマシュマロ本当にこだわって作って、自然素材だけを使って作りました。こだわって作ってますのでね、あのママがあの化粧下地やったりとか、保湿やったりとかっていうのにお化粧の前とかに使うにもこれ 無添加で子供と一緒にわーって使えるものなので、これをつけてもらった後赤ちゃんのね、やわ肌にこうゆゆゆゆゆゆってこうやってあのほっぺたをこう寄せていったりとかしても赤ちゃんの肌に何の影響ない、あのなんならほっぺてつけてあげようかぐらいの感じでマシュマロやってもらったらいいんかなとは思うんですけどね。そんな感じで親子で使えますのでね、あの1本あるといいかなというふうに思います。本当にあの梅雨から夏にかけてどうしても保湿やっぱりしてない人多くって、その結果いろいろ肌トラブル起きてる人すごい多いんでね、あの日焼けをする時期だからこそね、そしてエアコンもね、そうエアコンも梅雨になってきて、まだ気温はそこまで高くはないんだけども、でも除湿したいわっていう湿気がもうムンムンになってきたら、その時期っていうのもね、赤ちゃんいらっしゃる1歳未満の赤ちゃんいらっしゃるお家っていうのはぜひ私はやっぱりエアコンをつけてほしいなっていうふうに思います。熱中症っていうのがね、気温高かったら熱中症っていうのは分かると思うんだけど、実は気温低くても湿度で熱中症起こすんですね。で、毎年私のところにその赤ちゃんの熱中症でえらいことになって病院搬送っていう話何件かね毎年聞きます。なのでエアコン使ったら赤ちゃんに良くないかなって思ったり、なんか暑いのに我慢しちゃったりするんだけど、もう今の昔の30年前の日本と今の日本違うんでね、何もかもがね、気温も高鳴ってるでしょ。そんなこともあるので、あの赤ちゃんちっちゃいお子さんがいらっしゃるお家はエアコンは上手に使ってください。電気代かかるけどね、それはねケチるとこではないと思います。もう子供たちあっという間に本当にあの体がちっちゃいからこそ、あっ
っという間に脱水を起こしますということもあるので、しっかり水分補給してあげて、エアコンも使ってもらって適度な環境を作って、そして肌からもしっかり水分入れてっていうのをね、ぜひやってほしいなっていうふうに思います。エアコン思いのほか乾燥するんですよ。それもね頭に入れておいてほしいし、エアコンそれとあとは虫で、暑くなってくるといよいよ虫がいろいろ出てきますよね。で、虫刺されっていうのもなかなかね、やっぱり長袖長袖でっていうわけにもいかへんし、暑くなってきたらついついね蚊に刺された、 なんかわからへんけどなんかの虫にやられたっていうのはね、ちっちゃい赤ちゃんであってもよく起こるんですよ、これはもう守りきれないからね。で、虫刺されちゃった時もね、やっぱりその虫刺されしたところでやっぱ痒かったりするから、ちっちゃい赤ちゃんやったらもう際限なくうわーって嗅いでしまって、そこから血が出て、でそこにこう細菌感染を起こしてしまって、それがこう傷がもう飛び火って言いますけどもね、細菌感染したジュクジュクのやつがあちこちにこう飛んでしまったりっていうような感染症を起こすこともあるんですね。なのでやっぱり虫刺されした時もそこが痒かったりとかするし、虫刺されしたそこの皮膚っていうのはやっぱりこうバリア機能がこう乱れてしまったりっていうことにもなるので、虫刺されした後にもこれいいんですよ。はい、痒みとかを抑えてくれたりとかね、そこをかき潰さないっていうためにも、肌のバリアをしっかり整えるっていう意味でも、虫刺されした時にもこのマシュマロすごくいいと思うので、紫外線、虫刺され、そして、エアコンの乾燥ね、そういうもの、あとは汗もできた時とか、そういう時も全部この保湿っていうの、夏場こそ保湿、意識がなかなか向かないかもしれないけど、ぜひしてあげてほしいなっていうふうに思います。で、暑くなってきたらね、シャワーとかもね、水浴びですね、何回かこう行水させたりっていうこともね、あるんかなとは思うんですけど、赤ちゃんちっちゃい子の場合はね、お風呂に入るたびにそのシャワーを浴びさせるために毎回毎回石鹸で洗っちゃうとね、肌が本来持っている皮脂ね、皮膚を守ろうとする油分が体って出てるんやけど、それまで全部ね取り除いてしまうことになるんですね。なので夏場シャワーしょっちゅうするかなというふうに思うんですけど、基本石鹸とか使って洗うのは1日1回お風呂の時だけでいいと思います。それ以外はもうシャワーでバーってもお湯かけるぐらいで、水浴びるぐらいで十分やと思うので、かけただけでもそれでも汚れは取れてくれるのでね、それでいいと思います。あんまり過剰に洗浄剤とか使いすぎない方がいいかなというふうに思います。はい、で夏場暑い時期っていうのは冬以上に本当にエアコンとかで乾燥したりという虫刺されがあったりとか紫外線があったりとかっていうので、肌のバリアがね乱れていることも多いので、だからこそ、洗浄剤、保湿剤だけじゃなくてこう肌洗ってあげるものもね、できるだけこう、これはマシュマロと一緒に作っているバブバブ使っているこれポメロっていうんですけども、極力やっぱ赤ちゃんの肌に刺激がないような洗浄剤を使ってほしいなっていうふうに思います。ドラッグストアとかで売ってるこの大きなポンプで1000円未満とかで売ってる洗浄剤っていうのは結構やっぱりねどぎつい界面活性剤っていうのが入ってて、肌にすごい負担かけて綺麗に取れ汚れは取れるんやけど、その代わりにやっぱりこの必要な皮脂っていうのも取り除いてしまって乾燥に持っていってしまうっていうものもあったりするのでね、極力こういう別にこれを使えっていうことじゃなくて、もうポメロを中心としてこういうようなこう自然素材で作られているある程度のこう潤いをちゃんとキープしてくれるような洗浄剤を赤ちゃんから小さい、2、3歳までの子供は特にね使ってもらった方がいいのかなというふうに思います。はい、そんな感じで、保湿剤とか洗浄剤っていうのは賢く選んでほしいなっていうふうに思いますね。どうしても安いものに行きがちやねんけど、ずっと毎日肌に使うもんやからね、そこは私の価値観の中ではある程度やっぱりいいものっていうのを選んでもらって、お金も使ってもらってもそこは使うところなんかなっていうふうに私は思っています。はい、私のこの価値観に賛同してくれる皆様は一回いろいろこうサイトとかもいろいろ出てますので見てもらって、あ、これやったらなっていう思うもの、自分がこう納得して理解して購入してもらって、それを子どもたちに使ってもらうっていうのが一番得策なんかなっていうふうに思いますのでね、この暑い時期特に保湿しっかりやっていってあげてほしいなっていうふうに思っています。はい、12人目産んじゃいました助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。